皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮よりカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンド大宮店長富山さんです。よろしくお願いします。お願いします。2021年一発目ということで、そうですね、ちょっと久しぶりになっちゃいましたね。ちょっと空いちゃいましたね。そうですね、はい、紹介する車がこちらになります。アバルト、はい、コンペツィオーネ。そうですね、はい、はい、で僕ちょっと見た感じだとあれタイヤホイールとローダウンぐらいかなと思いきや、まあそうですね、ちょっと他にもはいいろいろやってるんです、ね、ですけど目立たずにというか、まあ、激しすぎず、まあ、そーっとやってある感じなんで、はい、ちょっと黒男の、はい、ご紹介していきます。はい、はい、前々から行きましょうか。そうですね、はい、前もこれどっかなんかカスタマイズしてる感じなんですかね。実は、はい、これ全部本当は樹脂のしぼしぼなんですよね。あ、ノーマルは。そうなんですか、うん、高級感も出るしグロスブラックで絞っとり加工をしてペイントしたっていう感じです。これどの辺ですか、ここと。そう、基本的にもう、はい、下全部。あ、これも全部なんですか。そうですね、網はこれ網も塗ってます。あ、網も塗ってるんですか、はい、でもその黒いとこ全部が、そうです、もうナンバーベースからもうこの辺かな。あ、もうここも、なるほど、もうメッキだったかな。もう全部もう細かく言ったらこの中とかも、これもじゃあ全部分解して塗ってんすか。そうですね、樹脂部分は全部っていう感じです。これやってます感がなくていいっすね。そうですね、はい、ちょっと激しくやる方ももちろんいますけどこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなって。まあ爽やかに乗るっていうことでいうとそんなにやりすぎずにちょうどいい感じで。そうですね、はい、前回りはそんな感じですか。特になんかスポイラーがついたりとかっていうのはなく、本当にじゃあシンプルに、はい、さりげなくカスタムしていく感じで、はい、ちょっとレンズ類も、まあ、車が新しかったんでクリアのプロテクションフィルムで、あ、これ貼ってるんですか、はい、レンズ保護してあげて。あ、本当だ。これちょっとヘッドライトはやっぱりこの飛び石がぶつかるとレンズが傷になって、じゃあこれ綺麗にどうやって戻すのっていうともうやりようがないんで、新品のヘッドライト買いましょうってなっちゃうので。高いんですよね。高いです。なのでレンズはこのクリアのフィルムで保護してあげて長持ちさせる、まあ、車検とかもこれだと問題ないので新しい車には必ずお勧めしてるっていう感じですね。まあ、早めに貼った方がいい感じですね。そうですね、はい、これボディ自体はプロテクションは、はい、あ、は貼ってないです。貼ってないんですね、はい、じゃあレンズだけ今回はガードしてる感じで。そうですね、はいはい、そして横に行くと横のこのダクトなんかも塗ってあるんですか、はい、もう全部塗ってあります。じゃあ隙なく、はい、全部まとめて黒になってる。そうですね。あとまあまあその流れでいくと、まあホイールがこの BGC ホイールやってきました、はいはい、EH171 ですね、はい、18インチで入れてあります。樹脂部分を塗ったグロスブラックに合わせて、まあ、ホイールもグロスブラックで、まあ、やりすぎ感を出さずにいきましょうということで、これ違う色入れちゃうんじゃなくて、はい、まあ、あえて色は増やさずに。そうです、そうです、グロスブラックで、はい、してあるわけですね。ちょっとまとめる感じで。そして出面もいい感じです。そうですね、キャンバーつけたりとか立てちゃうとものすごい実は出ちゃうんで。あ、そうなんですか。そうす、じゃあ絶妙なセッティングで収まってるんです。そうっす、そうっす。なるほど、はい、車ちっちゃいんで18でもなんかすごく迫力ありますね。そうですね、で車高もあの BC レーシングの車高調で今回は下げましたんで BCBC っていう組み合わせで。なるほど、はい、で BC の車高調をつけるとそのキャンバーがいじれるようになる感じですか。キャンバーは多分純正の。あ、純正でもいじれるんですか。あの上の、はい、ストラットこう傾けて。そうそうそう。あ、なるほど、はい、じゃあちょっと絶妙なセッティングとノウハウが必要になってくるんですね。はい、ただもちろんキャンバーがマイナスになりますけどそのマイナス位置で合わせて、まあ、アライメント直進性はちゃんと調整してやってるので、まあ、ハンドルがブレたりとかそういう感じにはならないです、はい、そこはご安心を。そしてこの中のブレーキは純正ってことですけど。そうです、ここの赤いところはもうそのまま残した感じで、はい、これそのままです。はい、せっかくホイール入れたんですぐホイールが汚れちゃうのもやっぱりちょっともったいないですし、綺麗なまま乗っていただきたいなってことでパッドはテイダストのものに交換させていただいてます。なるほど、はい、じゃあ実用性も兼ねてるわけですね。そういうことですね。なるほど。そして横に行くとこれあの実はラッピングです、カーボン。あ、これラッピングなんですか。そうです、コンペのなんかオプションであるんかと思っちゃったんです僕。これちょっとパッと見は分かんないけど、はい、まあ、よく見るとあ本当だって感じで。ああ、そうっすね。そうっす、僕コンペのオプションでこういうのがあるんかと思って。じゃないんですよね。違うんすね。なのでフロントのエンブレムもこの周りと あとミラーとルーフとあとアウトハンドル、へ、あとリアのスポイラー、
まあ、パッと見社外を疑わないようなカスタムになってると思います。はい、確かに僕全然分かんなかったです。こういうのがあるのかなと思って。細かいこと言うとこの辺も別色なんですけどルーフにカーボン貼ったんでここが黒の方が落ち着きがあっていいだろうってことで。これカーボンだとちょっとやっちゃってる感があります。そうですね。あ、そうなんですか。はい、なんでまあここもこの周りだけをこうラッピングで貼ってあとこう中塗ってここもメッキを黒に塗ってで後ろのちょっとディフューザーだけですね。これ、まあ、この辺はまあ黒なんだけどアクセント入れようってことでこの先端だけをこのボディ色のグレーを使って塗り分けてそれも全然違う色を持ってくるんじゃなくて、うん、ボディの色で、うん、そうですねボディ色でちょっとアクセントに、はい、これなんかすごくうまいことできてますね。そうですねこうもうだいぶいい感じでまとまってるかなと思います。なんかこう足し算 しすぎてないそうですね。だからエンブレムとかはまあちょっとあえて残ってる感じでゴテゴテにならずにあまりいじった感も出さずにすっきりまとまった感じのカスタムになってるかなと思います。確かにその流れでいくとこのカーボンもこう全部やっちゃうんじゃなくて、うんはいはい、こうラッピングでなんか正解の気がします。そうですね、はい、まあアバルトってやっぱり安い車ではないですけどものすごい高級車が大変だな車かっていうとそういうことでもないんでじゃあそこに何百万も出してカスタムというよりは高額になりすぎずに終わるカスタムの方がおすすめかなっていうのもちょっと気が利いてるぐらいで。そうですね、うん、足で乗りたいけど普通はちょっとやだなだけどそんなにお金かけずにっていうとまあこういうふうにまとまるっていうのがいいんじゃないかなと思っておすすめさせてもらいました。なるほど、はい、アバルト結構うちでも入庫多いっすね。多いです、はい、結構セカンドカーで乗られてる方もそうですね、はい、多いんで、はいまあ、カスタムの参考にかなりになるんじゃないでしょうか。そうですね、はいはい、内装 もう元からかっこいいですよねこのシートとか。そうですね内装は基本的には何もしてないですけど、まあ、ドライブレコーダーレーダーあとはあのミラーリングをしてるんでオプションナビに携帯の動画なんかもつなげばそのまま見れるっていう感じですね。じゃあ内装は本当にレーダーとかドラレコとか快適装備プラスアルファぐらいで止めてるわけですね。そうですね外から見ても中から見ても暇にならない感じで。なるほど、はい、いやかっこいいですよこれ。これちょっと足車だったらかなり、はい、そうですねレベル高いですね。乗ってて楽しい車なんでちょっといじってあるぐらいだとより楽しいかなと思います。なるほど、はい、で今回マフラーは特に変えてないんですよ。変えてないです、はい、そのまま純正のままです。もう純正でまあまあいい音するということで。そうなんですよね。ちょっとどんな音か聞いてみたいと思います、はい、お願いします。はいじゃあかけます。ちょっと踏んでみます。ありがとうございます。はいというわけで今回はこのアバルト本編をご紹介させていただいたんですけれども、はいね、なんか結構いろいろ他にもできるんですね。まあ、できますできます。もうがっつりカスタムしようよって言うともうパーツいっぱい出てますしご相談来ていただけたらおすすめできるものいっぱいありますんでエアロとかマフラーとか、はい、そうですね、はいろいろできますんで、はいまあ、お近くのボンド各店までお気軽にご相談くださいませ、はい、というわけで今回はアバルトをご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。